UR は1985年9月よりマクセルが製造発売日立グローバルライフソリューションズが販売している音楽録音一般録音用と兼用のコンパクトカセットテープの商品名であるここでは2012年3月から2017年3月まで製造出荷されていたマクセルの再開カセットウル9月から1985年8月まで 発売されていた二代目以前のウルとは別物、および2012年3月から2019年12月まで製造、出荷され、2021年3月までダイソー専売商品として販売されていた一貫売り、音楽用、カセットテープについても便宜上、記述する。URUR およびウルはいずれもノーマルポジションの低級タイプの LH グレードである。UR は、 1982年9月から1985年8月まで製造・販売されていた2代目ウルの後継として登場。ウルは2012年3月に予告なく登場し、ダイソー専売の一貫売り、音楽用、カセットテープを除き2017年3月に製造を終了。その後、2019年12月には、ダイソー専売の一貫売り、音楽用、カセットテープも、 製造、出荷終了となり、2021年3月までに流通在庫品がすべて販売終了となった。ケースは現在もスリムではないラウンド P ケースを採用し、使いやすさをアピールしている。2021年3月現在の生産はテープ、および、組み立てがそれぞれ、インドネシアとなっている。ハーフについては、4本ネジ止め式となっている。以前は車 地盤を採用していたが、2014年3月の改良後より製造コストの削減の理由で省略されている。リーダーテープはマクセル独自の A、B 面及び走行方向を表示するセルフクリーニングリーダーテープが採用されていたが、2017年3月の改良後よりセルフクリーニング機能はそのまま継続されているが A、B 面の表示のないセルフクリーニングリーダーテープに、 変更された。かつて、UR とほぼ同等の自生体を採用したテープを使用した製品にサウンド、及び、毎日、カラークラブ、ジュークボックスや、UR の事実上のハイポジション版にあたるミュージック、ギアなどが存在していた。UR と三代目ウルの相違点として、UR は、スモーク仕上げの半透明ハーフに、直接、シルク印刷をし、 内容を鉛筆などで直接記入できる学書き、タイトルスペースやカラフルタイトルラベルを採用しているが、三代目ウルは製造コストの削減の理由でスリップシートに直接印刷をし、無色透明のハーフにはタイトルラベルを使用するかマジックを使い内容を記入する必要があった。またタイトルラベルも簡素化されているため全体的にチープとなっていた。 2020年3月のリニューアルでは2000年代のようなパッケージになり幅広いユーザーにアピールするパッケージデザインとなった。これに伴い30分と46分がラインアップから落とされマルチパックはこれまでの10本パック、4本パック、3本パックの各種バリエーションから変更されすべて5本パックに統一となった。UR は 現在以下の4種類のタイムラインアップとなる。各1本5本パックで販売されている。10本パックは一旦販売終了していたが、後に夜の10本パックに変わる形で復活したが2020年3月のリニューアルに伴い再び廃止された。この他、4本パックと3本パックも2020年3月のリニューアルに伴い廃止された。 戦術の通り2020年3月に一部改良を行った。一部改良を行う前の型番の末はすべて M。価格はすべてオープン価格。ダイソー専売の一貫売り、音楽用、カセットテープを含む売るは以下の3種類のタイムバリエーションであった。量販店向けでは4本パック10本パックで販売されていた。価格はすべてオープン価格であった。なお、 1994年から1995年頃に販売されていた URGK と表記する型番のシリーズが存在するがリニューアルにより短期間で生産終了した。ラインナップは以下となる。ありがとうございます。